僕は今西谷駅に来ています。当駅は横浜駅と海老名駅を結ぶ相鉄本線と西谷駅と新横浜駅までを結ぶ相鉄新横浜線の分岐駅となっています。今回着目していきたいのは後者の新横浜線です。新横浜線は先ほど西谷駅と新横浜駅までを結ぶと申し上げましたが、厳密に言うとまだ結ばれておらず、正式には途中駅の羽沢横浜国大駅までの先行開業となっています。羽沢横浜国大駅からは JR 線に直通しているわけですが、使用されている車両はほとんどが今画面に映っている JR 東日本の E233系7000番台です。あともう一つ相鉄の車両としてこの E233系7000番台をベースにして作られた車両があります。その車両というのがまあとても豪華なわけです。今回はそんな E233系をベースに作られた豪華すぎる車両に乗っていきたいと思います。それでは本日もぜひ最後までよろしくお願いいたします。電光掲示板を見ていただくとわかるように、本線と新横浜線は本数の格差がひどくて、本線横浜方面は7分間隔なのに対して新横浜線新宿方面は30分間隔になっています。ですが来年の3月には新横浜線が全線開業し、東急線との直通運転が始まるので、本数は今よりももっともっと増え、新宿以外の行き先もたくさん見られるようになるはずです。さあということで、この動画の主役が入線してきました。こちらが E233系をベースに作られた豪華すぎる車両、相鉄の12000系です。この車両の概要を簡単に紹介します。12000系は2019年11月30日の相鉄新横浜線先行開業に合わせ、 JR 線への直通を想定し、2019年から2020年にかけて全6編成が製造されました。 JR 線への直通を想定して作られたわけですが、本線および泉の線でも活躍しています。本当に E233系ベースかっていうぐらいいかつい顔をしていますが、外観については終点の新宿駅についてから詳しく見るとして、まずは皆さんも気になっているであろう豪華な内装を紹介していきます。この車両は首都圏を走るのにもかかわらず、ドア横には押しボタンがついています。このボタンは優等列車の通過待ち時など長時間停車する際に使用することができ、車内温度を保つことができます。こちらが12000系の座席なんですが、パッと見でオリジナルの E233系とは違うということがわかるのではないでしょうか。モケットはグレーになっていて、座席の形はオリジナルの E233系と同じ感じですが、一番目立つのがこの袖仕切りではないでしょうか。E233系かかわらず、首都圏のほとんどの車両がだいたい頭ぐらいで袖仕切りは終わっていますが、この12000系は荷物棚までつながっています。しかもガラス製というのがまた珍しいですよね。そして荷物棚はこんな感じ。こちらも袖仕切りと同様ガラス製になっています。これが個人的にすごくいいなと思ったポイントで、 E233系のアルミ製の荷物棚の場合、荷物棚の様子が座って確認しづらかったんですが、ガラス製だとこのように座った状態でも荷物棚に何を置いたのかというのが一目で確認できるので、忘れ物の防止につながります。実際に座席に座っての目線はこんな感じ。やっぱりガラス製の袖仕切りのおかげでとても開放感があります。先頭車両は運転台がある関係上、一番運転室に近い座席は4人掛けになっていて、窓も他のところと比べると小さくなっています。 E233系だとこの部分は広告はないんですが、12000系は無理やり広告を設置しているため窓枠に干渉しています。さらにこの12000系には一部手すりがついていて、他より高さが高くて奥行きが狭い座席があります。これはユニバーサルデザインシートといい、お年寄りや腰、膝を痛めている方も立ち座りがしやすい設計になっています。こちらがつり革です。 E233系は三角形になっていますが、12000系は楕円になっていてとても握りやすいです。照明は蛍光灯が直接見えないようにカバーがされており、現在は日中なので白色の光ですが、夜になると温かみのある電球色に変わります。さらになんとなんと車内では無料で Wi-Fi を使うこともできちゃいます。貫通路も全面がガラス張りになっていてとても開放感があります。 E233系の場合は真ん中がガラスになっていて、周りはステンレスに化粧板が貼られています。ハンドル部分の構造も E233系とはかなり違いますね。12000系の大きな特徴として、今までご紹介してきたように至る所にガラスが使われています。おそらくガラスが高級感を演出しているんじゃないかなと思います。エアコンの送風口はもともとは銀色ですが、上から黒く塗装されており、中吊り広告ホルダーがアルミ削り出しになっていたりと、細部までこだわりを感じます。ドア上には17インチの LCD が2つ設置されています。これは E233系と全く同じ仕様です。
相鉄は車内に鏡がついているのが一つの特徴だと僕は思っていたんですが、 E231 系 E233 系をベースに作られた1万系1万1000系では残念ながら JR と共通設計するということで鏡が廃止されてしまいました。1万2000系も同じく JR 車をベースに作られているわけですが、鏡が復活しています。ドアの前にある滑り止めもよく見てみると E233 系とは異なっていて、同じく E233 系をベースに作られた1万1000系はこのような点も含めて E233 系と同じなんですが、1万2000系は所々に相鉄のオリジナル要素を感じます。列車は横須賀線内に入ったわけですが、 LCD にはパスモの広告が流れています。案内板の方は走行している会社の UI に変更されますが、広告は全区間を通して車両の所有会社のものが流れるんですね。列車は大崎駅に到着しました。向かい側7番線には臨海線直通の1万2000系のベースになった E233 系7000番台が停車しています。袖仕切りが樹脂製になっていたりと、これが普通ではあるんですが、1万2000系の車内を見た後だと簡素に見えてしまいます。列車は渋谷駅を出発して次は終点の新宿駅です。JR 相鉄直通列車は一部を除いてほとんどが新宿駅発着となっているので、臨海線直通や湘南新宿ラインと比べると車内が空いている傾向にあります。西谷駅を出発して約40分で終点の新宿駅に到着しました。それでは1万2000系の外観の方を詳しく見ていきましょう。1万2000系は獅子口をイメージしているので顔面がこんなにもいかつくなっています。2018年にデビューした東急直通を想定して作られた2万系という1万2000系のお兄ちゃん的存在の車両も存在するんですが、2万系は1万2000系のいかつい顔面とは裏腹に非常に優しそうな顔をしています。連結器は相鉄ならではの、 JR では機関車に採用されているような自動連結器が搭載されています。車体はほとんどがステンレス製となっていますが、先頭部のみ加工性に優れた炭素鋼製になっています。先頭車両の側面をよく見てみると素材の境目を確認できます。車体側面の相鉄ロゴマークは塗装ではなくて後付けで金属が貼り付けられており立体感があります。サステナの S24 シリーズが採用されているため、雨どいが側面に露出しないような構造となっており、外観は E233 系というよりは E235 系に似ています。ステンレス車両だと側面上部や真ん中に帯が巻かれている車両が多いですが、1万2000系は全体に横浜ネイビーブルーの塗装がされています。ですのでまるで鋼鉄製のような光沢があります。ということで今回は E233 系をベースに作られた豪華すぎる車両、相鉄1万2000系のご紹介でした。皆さんも機会があればぜひ乗車してみてください。それでは本日の動画は以上となります。コメント、評価、チャンネル登録、何でもいいので応援をしていただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。